超人で思い切りは初めてだ。だが、貴様を倒してスーパードラゴンボールを手に入れるのはこの俺様だ。 ジレンの木を破った。すげえ。さすがベジータ。あの高速の剣の連打で悟空を吹き飛ばす瞬間、しっかりとジレンの動きを観察していやったな。そうでなくては面白くないでしょう。ふん、大中一宇宙名、余裕かましやがって。ギャー！ あなたの目は節穴ですので、第七の。もしかしたら。もしかしたら、何です？ベジータさんは、ジレンを相手に試みているのかもしれません。身勝手の極意を。なるほど。 さっきのあのかわそうとする動きか。カカロットとやり合った時はもっと早く強かったはずだ。